食後よりも脂肪が爆燃え。食前にやる全身痩せしゃがむんダイエットをやっていこう。イエイ。ところで皆さん、食後にやると痩せるエクササイズとかストレッチって聞いたことありませんか？実は脂肪を燃やしたいなら食後よりも食前の方が1000倍脂肪が燃えます。食前は血糖値が下がっており、体の中に糖質が少ない状態。この状態で有酸素運動などエクササイズをすると脂肪がみるみる燃えるんです。でも食前にどのようなエクササイズをすればいいのかわからないという方多いと思います。なので今回は僕が食前にやるべきたった8分のエクササイズ、しゃがむんダイエット考えてきました。ウレピーマンチンジャーロースター。それではね、早速一緒に頑張っていきまっぎょっ。はい、ということで今回の食前にやると脂肪がみるみる落ちるしゃがむんダイエット一緒に頑張っていこう。はじめの種目は浅くスクワット、よーいスクワット、よーいスクワットってなんだ。はい、頑張って軽くしゃがむぐらいで OK。 膝が内側に入らないように少し外に向ける意識で行ってあげましょう。そう、その調子。息を吐きながらしゃがんで、吸いながら上がってあげてね。そう、いい感じだ。またこのチャンネルではダイエットに役立つ情報を毎日投稿しているので、見逃さないようにチャンネル登録して待っていただけると嬉しいです。コメントもね、じゃんじゃん書き込んでね。はい、 OK、 ナイスファイト。そうしたらね、次の種目、横に浅くスクワットをしていきます。これ内もも痩せにめちゃんこ効果的。 OK、 スタート。横にこうね、ちょっと体を移動させていく、負荷は量みたいな感じですね。古いね、これはだいぶね。はい、頑張って、その調子。それではもう少し、3、2、1。はい、 OK、 ナイスファイト。そしたらね、次の種目はワイドスクワットを浅めに行っててあげましょう。それでは用意スタート。大きく足を広げて、肩幅のね、もう2倍ぐらい広げちゃって OK です。もう2倍広げることによって内もも痩せ、お尻痩せ効果も、普通のスクワットと比べて2倍でございます。そう、いい感じだ。後ろにある椅子に腰掛ける意識で、お腹にグッと力を入れて行ってあげよう。こちらも膝が内側に入らないように注意をしてあげてね。それではもう少し頑張って、その調子だ。3、2、1。はい、 OK だ。そしたらね、次の種目、横にステップを踏みながらしゃがむんしていこうぜ。それでは4スタート。で、横に大きく足を上げて移動し、しゃがむんしていく。お腹にグッと力を入れて、もう大きくね、海のように大きく、そして高く足を上げることによって脂肪燃焼率も上げていける。そう、この上げ上げをかけています。で、めちゃくちゃ上手じゃないですか今のはね。こっち自画自賛して僕もテンションぶち上げていきます。はい、頑張って。3、2、1。はい、 OK、 ナイスファイト。ちょっとね、頭おかしいやったと思われたかもしれないんですけど、次の種目ね、こうスイスイね、こう平泳ぎするイメージで横にスクワット、しゃがむしていきます。スタート。で、こうスイスイってこうね、平泳ぎをするイメージですね。こう見て、これも僕もう平泳ぎがめちゃくちゃ上手そうなね、こうスイスイですね。これはですね、僕全く泳げないんですけど もう泳げそうなぐらい上手なね、平泳ぎになっておりますが、はい、もう一度言います。僕全く泳げない金槌でございますけどね、気分はしっかり泳いでるイメージで行っていくと、背中痩せ、太もも痩せに効果的です。はい、 OK、 ナイスファイト。そしたらね、次の種目、次はね、はい、しゃがんでいきます。しゃがんで万歳していきます。よーい、スタート。しゃがんで万歳、しゃがんで万歳。こちらなるべくかかとが浮かないようにしてあげましょう。どうしてもね、浮いちゃうという方は足首の硬さが原因になってくるので、これね、続けてってあげると、だんだん足首がね、柔らかくなってかかとが浮かなくなってきます。今自分ができる範囲で頑張ってあげてくださいね。そう、いい感じだ。もう少し、3、2、1。
はい、オッケー、僕上だ。そしたら次の種目、太ももを高く上げて体をひねり、そしてスクワット、しゃがむんしていきます。スタート。高く上げてしゃがむん、高く上げてしゃがむんだ。そう、いい感じだ、その調子。これね、浮き輪肉解消にもすごく効果的です。もう浮き輪肉気になるという方いると思うんだよね。男性の僕でもお腹の横のお肉は気になるから、女性の皆さんもっと気になるんじゃないでしょうか。これで浮き輪肉をね、はい、落として、綺麗なくびれライン手に入れちゃいましょう。そしたらもう少し、3、2、1。はい、オッケーだ。もうくびれてるよ。もうバナナのようにね、素晴らしいくびれができてる。そんなバナナってね、こうバナナだけにみたいな感じですけど、はい、そしたら次の種目、バンザイをして W ポーズを作りながら太ももを高く上げていく動き。そう、いい感じだ。太もも高く高く上げる。で、W ポーズもしっかり脇を閉じて胸を張りながら、肩甲骨から腕を動かす意識で行ってあげると背中のハミ肉が解消できます。で、背中のお肉気になるよって、背中の美人ね、背中の美人、背中美人になりたいという方はね、これマジでおすすめです。しっかり胸張って肩を動かしていきましょう。はい、オッケーだ、ナイスファイト。そしたらね、次の種目、はい、しゃがむをね、下でキープした状態で、はい、上に腕を振っていきます。スタート。上にバンザイして、こう、ね、太鼓を叩くイメージで、はい、行っていく。脇が開かないように、脇を閉じた状態でしっかり肘を伸ばしきることによって、二の腕の筋肉が使われ、二の腕の、ね、タプタプが解消できる。腕周りが細くなる、ね、女性の方は二の腕気になるよという方多いと思う。これね、太ももやせと二の腕一石二鳥で解消できちゃいます。いや、素晴らしいね。はい、オッケー、ナイスファイト。そしたらね、次の種目、膝を抱え込んでしゃがむしてあげたら、バンザイをしていきマッチョです。それではスタート。膝抱え込んでしゃがんでバンザイ、そう、吐いて吸ってバンザイね、吐いて吸って、で、そう、いい感じ。呼吸大切。これね、気持ちいいよね。めちゃくちゃなんかこう、なんだろう、こう気分がわーってこう、わーってね、こうなりますよね。こうわーってなる人ね、コメントに今日ね、わーって書いてください。こうわーってなりましたって報告してくれるとね、僕もわーってこう嬉しいってなります。はい、頑張って、3、2、1。はい、オッケーだ、ナイス、しゃがむんわー、オッケー。そしたらね、次の種目は横にね、足をしゃがむしてあげて床タッチしていきましょう。スタート。これ内もも痩せにめちゃんこ効果的。内もものね、脂肪ですね、落としたい。そして、はい、内もに隙間を作りたいという方にすんごくおすすめでございます。そしてね、お尻痩せにも効果的、はい、お腹痩せにも効果的なんです。もう一石三鳥ですね。嬉しいですね、これはね。はい、頑張って、その調子、あともう少しいけるよ、みんななら。3、2、1。はい、オッケー、ナイスファイトだ。そしたら次の種目、あと2種目だよ、一緒に頑張っちゃおう。つま先立ちでバンザイしてからしゃがむんしていってあげます。そしたらスタート、ね、つま先立ちになってバンザイ、そっからしゃがむんしていく。ふくらはぎ痩せ、足首が細くなる、むくみ解消につながってくるというめちゃくちゃ売れピーマンチンジャーロースな種目でございますね。で、今日風がすごく強くて、後ろでビュー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 ね、すごくにぎやか。このにぎやかさに僕負けないようにアナウンス今頑張っております。で、皆さんの脂肪細胞が脂肪されるようにね、僕も頑張っています。こう脂肪だけにってこううまいんじゃないのか今のは。はい、オッケーだ、ナイスファイト。そしたらラスト1種目頑張っちゃおうね。結構体が熱くなってきてると思うけど、もう最後いける、みんななら大丈夫だ。オッケー、スタート。しゃがんで片足ずつ後ろに伸ばし、はい、バンザイしていく。そう、こうね、足伸ばしてしゃがんでね、こうバンザイ、わーいってこうやってあげる。これもね、もちろんうまくできなくても大丈夫、完璧にできなくても OK だよ。完璧ばかり求めないこと、楽しくなくなる、うまくやるより楽しむことが大切だよ。100点じゃなくても 100% の力で頑張れたなら素敵なことだからね。はい、もう少し頑張って。はい、オッケー、ナイスファイト。一緒にここまで頑張ってくれてありがとうございます。めちゃくちゃ素敵だよ。自分のことしっかり褒め褒めしてあげてね。また次の動画でお会いできることを楽しみにしています。お疲れ様でした。
loving you.